C2 輸送機でも応用可能。輸送機の戦力化が加速するか。昨年2020年の11月に輸送機を攻撃機に C2 も対応できるかもと題して動画をアップしました。この時は輸送機に対地ミサイルを搭載したコンテナを搭載し、投下したコンテナから対地ミサイルが発射されるという攻撃機としての役割が担えそうだという内容だったのですが、ドローンの発射母機としての役割も期待され始めています。攻撃機としての役割が想定され始めている大きな理由は、ミサイルの長射程化が進んでいるということが大きいです。日本も長射程対艦ミサイルの開発が進んでおり、短いものでも 400km から 500km、長いものでは 1000km から 1500km の射程を目指して開発が進んでおります。射程がこれくらい長いと、発射母機の安全性はかなり高まります。足が遅く、機動性の低い輸送機でも発射母機となりうると思います。あとは、できるだけ遠距離で敵をどう発見し、どう追跡するのかという問題を解決する方法を考えないといけません。宇宙から監視するのが一番良い気がしますが、技術的、予算的な問題もありますし、宇宙においても衛星攻撃兵器が進化しており、これを唯一の手段とするのはリスクが大きくなっています。そのため、宇宙からの監視以外の方法も用意する必要があるでしょう。その重要な方法として、無人航空機、UAV、アンマンドエアリアルビークルや無人水上艇、USV、アンマンドサーフェイスビークル、無人潜水艇、UUV、アンマンドワンダーシービークルなどが考えられます。この度、エアバスが A400M 輸送機用の UAV 射出装置を製造したようです。まだ、実際に射出はしていないようです。UAV もエアバスの機体みたいですが、装置としては至ってシンプルで、他の機体でも射出自体は可能と思われます。ただ、この方式だと1機しか射出できないので、改良を加えて、複数の機体を射出できるようにすればもっと良いとは思いますけど、 UAV は射出された後空中でエンジンを始動し飛行を開始します。技術的にもさほど高度なものが使われているとは思えませんので、防衛省も本気になればすぐにでも実用化できるのではないでしょうか。防衛装備庁では戦闘機に無人機を搭載して運用するための研究開発を過去に行っており、それを輸送機で代替するというのも一つの手だと思います。戦闘機搭載想定している UAV なので、切り離してからエンジン始動だと思われます。であれば輸送機でも可能かと思います。使い捨てのパレットで滑り落とすだけでも可能かもしれませんね。この方式なら、何機でも貨物室に乗せられるだけ射出もできそうです。ただし、使い捨てのパレットが落下してしまいますので、この方法だと制約は増えるでしょうけど、実用化は早いと思います。防衛装備庁の開発した UAV は、射出された後は任務を行い、任務終了後は自立飛行で航空基地に帰還する機能も持っています。輸送機で目的地近くまで運ぶことにより、UAV の哨戒域での活動時間を増やすことができます。往路の燃料が節約できますから、USV や UUV は移動速度が遅いので、輸送機で、哨戒地点の近くまで輸送できれば、目的地に進出する時間も大幅に短縮できますし、UAV 同様に、哨戒域での活動時間を増やすことができます。速力が10ノット以下の UUV だと、2000km 先に進出しようとすると、約5日かかります。そう考えると、輸送機は2時間半で投下できます。進出時間を相当短縮できますし、往路の燃料も節約できますので、極めて有効です。無人機であれば、対潜哨戒機や早期警戒機が持つ探知範囲のさらに先の危険な空域などにも進出させやすく、目標を探知追跡が可能となります。航空自衛隊の E2C では、
対空モードで 550km 程度、P1 では、対水上モードでは、400km が探知可能距離とされており、これを上回る探知距離が得られれば、1500km ものの長距離性能を持つ対艦ミサイルを有効に活用できるのではないでしょうか。スタンドオフミサイルは長射程が魅力ですが、敵を探知できなければ意味がありません。多くの国は宇宙から水上艦などを探知できる技術をまだ持っておらず、無人機を使った遠距離での探知を目指していると思われます。防衛装備庁においても、自立型の UAV、USV、UUV の研究開発は進んでいます。そう遠くない未来に実用化できると思いますが、運搬手段についても同時に研究開発する必要があると思います。恒常的に、すべての空中、海面、水中を監視できるのが理想でしょうが、なかなかそうもいかないでしょう。そのため、緊急に UAV、USV、UUV を展開させる必要が生じることも考えられます。USV、UUV については速度が遅いので、航空機での運搬は緊急時には有効ではないでしょうか。災害時などは特にそうですね。自国の内陸部など通常は監視体制を敷かないですが、災害の時は状況を確認するのに必要になります。その際に輸送機に乗せて現地に投下できれば、往路の燃料を節約でき、長時間滞空、滞在することが可能になります。USV、UUV は、速度は遅いものの一度展開すれば、補給なしで、長期での監視体制を敷くことができます。速度の遅さは、輸送機で運搬できれば、大きく改善できます。また、無人機が敵を探知しても通信ができなければ意味がありません。そのため、防衛装備庁では通信手段についても研究開発を進めているようです。防衛省は2018年より独自の防衛通信衛星の運用を開始しましたが、通信妨害に対する研究開発を強化し、妨害下でも運用が可能となるように努める方向です。地上の通信送受信施設の防御もこれに含まれます。海外では、NATO の演習時に GPS が電波妨害を受けるなどの事例が起きており、衛星通信、衛星による位置情報の取得を妨害下でも円滑に行うための研究開発が進んでいます。NATO 側は、ロシアによる妨害としてロシアを非難しているようですが、ロシアは認めていません。実際は、ロシアの仕業かどうかは分かりませんが、近年、ロシアは電波妨害のための装備を増強しており、ウクライナと親ロシア派との戦いでも、親ロシア派に装備を提供しているようです。また、シリアの内戦でも、同様の装備を持った部隊を展開しているようです。CCP の人民解放軍も同様に、電波妨害装備の拡充に取り掛かっていますので、日本も、早めの対応が必要です。いずれにしても、今後は、各国とも、無人機の拡充は必須であり、特に人員不足に悩む先進国においては急務です。そうなると、無人機を効率よく運用するための運搬手段も必要になるでしょう。大型の無人機が、小型の無人機を搭載するといった運用方法の研究開発もすでに始まっており、無人機の運搬手段についても、輸送機を活用することは、大きなメリットがあると思います。米軍では、大型の無人機である MQ-9 リーパーの翼下に、小型の無人機を搭載して運用する研究開発を進めています。高価な大型機を危険地域に入れないようにという考え方のようです。日本の C-2 は、非常に高性能な輸送機です。もっと多くの用途に使える機体だと思います。無人機の運搬手段としても活用できると思います。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。 Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.